どうも、のえー、すっかりねえー、引退選手にお疲れ様を言うチャンネルになってしまいましてねえお、ー、りの引退チャンネルと貸しておりますけどもねうんまあついにいやついにというかね、うんまあ、意表はつかれましたけどね、えー 先日のね T さんあだっちゃんのね、えー、引退発表から、えー、ね、引退会見もね、えー、あってそこからさらに比嘉、えー、さんとね小田さんが引退ということでね、えー、ちょっとこの2人についてはねまだいけてたんじゃないって思っちゃいますけどねうん。 まだまだね、1軍で戦力だった2人ですけどもね、うーん。まあね、比嘉さんなんかはね、昨日、ね、8回のね、1点ビハインドで出てきて、火消ししてましたよ、ね。うんそんなラスト登板ありますね。うーん。まあ中島さんのね、粋な計らいなのかもしれませんけどね。 最後、うんまあ、最後ですよねだから今日ね、えー、登録抹消されてましたからあれがラスト当番だろうということでうんラスト当番がね、えー、1点ビハインドのね緊迫した場面の火消しっていうねそんなねうんラスト当番がかつてあったのだろうかっていうね、えー、感じですけどうん。 ね、最後あの、のオリックス打線がね、どないかして逆転でもしてね、引退する日嘉さんにこう勝ち星をね、うん、選別で持ってってくださいぐらいのね、その粋なあれが欲しかったですけどね、うん、もう今のオリックス打線はもう、ね、もうあれですから、もう、0ゼ0ロゼ0ロゼロゼロ言うてますからね、本当。 もう2日連続でね完封負けしてもうね、うん、ずっとでその前もね1点とかですよね、うん、すごいですねもうここまで来たら打た、うん、なすぎてね、うん、もうほんとね面白くないですね試合がねひど、うん、いこれは観客動員ね過去最,最高です言うとる場合じゃないですよってね、うん ほんまにねうん、ゼロがこんだけ続いてそれ、うん、何でも鑑定団やったらねそれは盛り上がりますよこんだけゼロが続いたらねうんゼロゼロ言ってね、うん、え奥行く言ってうて、んうん、大盛り上がりですけどね、うん、これもう野球やからねうん点入れとそれはもう 来たお客さんも,もうねえ、うん、何見せられとんねんちゅう話になるからね本当、ねうんいや良くないですねこれは、うん、ちょっと愚痴っぽくなっちゃいますからねちょっと一回ちょっと試合の話置いときましょうねこれ良くないですねうん名選手が引退するっちゅうとんのにね、うん、よくない、うん、一回試合の話置いといて。 ね、えー、だから比嘉選手はね私同学年なんですよ、ね、1982年生まれね、うん、あとだから最後残ってんのは82年生まれのえ現役選手って言ったらもう中島だけになるのかな、うん、中島博之さんがね残ってますけども。 ね、戦力外になっちゃったしねうんちょっとだからもしかしたらね今年で私の同学年プロ野球選手っていうのはい,いなくなっちゃうのかもしれませんけどねうん、まあ、寂しいです82年生まれのね,、えー、ね希望の星で、ね、うん、まあ普通42歳っつったらねうんもうね 家で酒飲んでね腹出てねうーんまあ行く人はたまにゴルフ行ってみたいなねぐらいでしょうんそれがやっぱプロ野球選手としてねもうバリバリね1軍のマウンドで投げてた比嘉さんってのはすごいねうんあの独特のフォームでねうーん緩急のね鬼というかねうーんもうバッターもね頭おかしなんでしょうねもう。 わー言うて、ビヨヨンっていう球投げ,投げられてね、ほらビ、ビヨンっつってね、まっすぐ来てね、うん、なんか、ストレートも、なんか普通のストレートじゃないしね、なんかね、うもうね、うん、すごいピッチャーです,ですよね、なんかね、うん、めちゃくちゃ球が速い場合じゃないんだけどもね、 すごいピッチャーね、うん、やっぱ比嘉さんと言えばやっぱや2014年、うん、あの年ねオリックスがリリーフ陣でね、えーまあ、すごくて、えー、鉄壁のリリーフ陣でねだもうね先発ピッチャーが5回まで投げて、まあ、6回まで行くのかな行ってでまあ、ちょっとランナー出しちゃって。 アップアップしてたら日賀さんが出てきてね火消ししてね早そとマウンド帰っていくとうーんそしたら7回真原出てきてえー8回里立つねストレート五里茂ねで9回はもう平野さんっていうねこの鉄壁リレーがもう確立されててねうんあの年はだからリリーフのなんか記録ありますよね 6回以降だか7回以降かのね、うん無失点記録みたいなねうーん、それぐらいもリリーフ陣がもうね、すごかった年ですよね。うんまあ、最後ね、えー、ホークスとの10.2決戦でね、惜しくもね、ちょっと優勝を、まあ、逃しちゃうんですけどもうん、あそこでね、最後マッチにね、 左中間ぶち抜かれるんだよねうーんでも伊藤ひかるが泣き崩れてねうーんまあねうーんあの時の最後のマウンドに立ってたのが比嘉さんですけどね、うん、でもやっぱあの比嘉さんをねやっぱ悪く言う人はいないですよねあの年は。 もうまあ前の年ぐらいからもそうですけど比嘉さんがもう幾度となくやっぱピンチをね救ってきましたからオリックスの、うん、投げまくってましたからねねすごいねあの辺はもう60試合ぐらい投げてたよねきっとね、うん、そのなんかね 労働基準法とかね、うん、その監督するようなねそういうとこが、うん、なんかそういうとこから注意を受けそうなぐらいのね、うん、働き方してましたよね比嘉、うん、さんは。で次の年ぐらいからねちょっと、うん、怪我に泣かされるシーズンみたいな続いてね 大幅減望みたいなねやってましたけどねいやー厳しいね中継ぎはっていうねうん比嘉さんが引退ということでうんねみんな大好き比嘉おじっていうねうんありがとうありがとうございましたねそして、えー、小田さんはね うーん私はね、小田さんはもちろんね、バスターの人っていうね、うん感じですけど、2021年かなうーん、私のイメージはね、やっぱアダム・ジョーンズのダイソーっていうイメージで、ね、ジョーンズが最後、オリックス終盤ね、もうあの頃はもはミラクルオリックスでしたから。 えー、ゲームがね、えー、ビハインドで終盤になって最後鬼の粘りを見せて逆転勝ちするっていうのがねオリックスのもう今ではね考えられないですけども、うんまあ、そういうチームカラーでしたからねもう最後アダム・ジョーンズが出てきてね、えー、フォアボールを取って、うん、歩くとねうん そこから逆転劇のねこのドラマがこう始まるんですよね、アダム・ジョーンズが歩くとこからね、うん、ほいで、えー、アダム・ジョーンズが、えー、小田さんになって、うん、ダイソー小田に変わってね、うん、っていうあの流れあの流れを何回見たかっていうね,、うん、ねでやっぱバスターね うん、やっぱあれはもう忘れられないよね。うん。小田さんといえばもうバスターですよ。うん。もう、バスターっていう名前を小田裕也にしていいぐらい。ね。うん。なんか体操でもあるよね。うん。なんか、ね。その人の名前にしちゃうみたいなね。うん。まあそんな感じでね。もうん、 あれをもうバスターをダ田ウ也っていうね、うん、名前にしたらいいと思うねもうサイン出してね人たちやね、うん、いや小田優也のサイン出たわ言うてね、うん、ぐらいもうバスターといえばもうあのクライマックスシリーズのねロッテ戦でね、うん、9回1点ビハインドからね、えー、12塁あれはだから T 親方がね塁出て あたっちゃんがつないでっていうねあそこはもうだから引退トリオですよねうん最後小田さん出てきて「もう絶対バントするやんこれ」っつってねも誰もが思ってたからねあれ監督とねうんサードコーチャーと小田さん以外はもううんもうみんなあそこはバントやと思ったやろうねうん スター・オザさんがもうスッとバット引いて、バンってってね一塁、一塁線を無事抜いてくれましてね、うんもうね、あれで日本シリーズがね、ねもうドンチャン騒ぎでも、ね、もうね、よならヒットみたいになってましたけどね、あれ実は同点打ですよね、うん同点になった時点で日本シリーズね進出が決定なんで、うん 同点になった時点でもうコールドみたいな感じのあれは同点打なんですけどねうーんあれもサヨナラみたいになってましたよねいやーそこはねもう名シーンですよねうんねえいやーだから小田さんがええー、2014年あっ 2014年ドラフトですよねしかもドラフト会ですよねうんオリックスはねあのー、後藤光貴とかねラオーとかもそうですけどドラフト会でね活躍する選手多いですからねあの時はね小田さんがだからルーキーで2015年の年にバンバン打ちまくっててね春先にもうなんかすごいやつ来たぞっつってねうん しかも、超イケメン、福,福山、もう福山雅治やんか、言ってね。うん、マスターに、ね、なりそうな感じでしたけどね。うん。え、ね、え。あの時、やっぱオリックスが、やっぱ弱かった時期っていうのもあってね。うん。なんか、もっとね、小田さんをずっと、固定で使えばね、 全然、その3割とか打つ選手になってた気がしますけどね、うん怪我しない西野みたいなねことでうん、使い続ければね3割っていうね、そういう、ね、バッターな気がしますけどねうん、もう今のオリックスとかだったらねもう余裕で3番ぐらい打てますよね。 今ね、もうちょっとかなり早い段階で守備,の守備固めダイソーの人っていうね、えー、感じになっちゃいましたけどねだからそうでない世界戦もちょっと見たかったね私は織田裕也の、ねうん、バリバリレギュラーでね、えー、試合出てるっていう、うん、まあでもねプロの世界で生きていくっていうのはねやっぱり自分のね、うん こう働く場所をね見つけるっていうのがねまず大事なね職業ですから、うん。まあそういう意味ではね、うん、小田さんはしっかり自分のねポジションを、うん、見つけましたねオリックスの中でね、うん、名選手の一人ですよね、うん。だから小田さんが2014年でどうせが15時6 ちょうど10年ですね。うん、ちょうど10年。ね、で比嘉さんが、えー、2009年ドラフトだから15年。おお、いや、長いね。いや、お疲れ様でございました、ほんとね。比、う、嘉、ん、さんが15年、小田さんが10年ということで。うん、ね、ありがとうございましたと。 ねうん、お疲れ様でございました。う、ね、だから比嘉さんはねもう大好きな、ね、お酒で富の宝山でね、えー、まあねぎらっていただいて小田さんはね、うん、プロ級の腕前の。 ボーリングでね、えー、リフレッシュしていただいてってね、えー、感じですかね。うん。これはの選手名鑑情報ですね。うん、選手名鑑情報でいうと、だから比嘉さんはガーデニングも、えー、大好きということで、本、え、当、ー、ね、お疲れ様でございました。ね、最後はね、えー、小田さんの。 応援歌でとい、ねうん、まれなる足でフィールドを走り抜け」「奪い取れさあ行け早手になれ」「ゆうやゆうやかっ飛ばせゆうや」どうもお疲れ様でございました。